あれ？なんだ、びっくりした今。俺のです。嘘、え、これ買ったの？はい。すっげえ、マジか、はい、びっくりしたわ、マジ。みんな連れてきました。あー、すごいね、みんな。あ、なんだ、カメラ。あー、みんなこの後ろの人も。あ、そうです、もうみんな、みんな。ああ、本当だ。ジンくんか。よ。途中合流。ダッシュできた。よく合流できたね。たまたま。いくらぐらいです。いやだって1000万いかって999万からあれですよ。プレジャー出しちゃったの？いや出してないです。これすごいな。ペンギンなんなんですか？ダブリでしょ。あのキュロンっていうやつです。やばいんじゃないこれ。なかなか見ないぞ。違う違う違うでしょ。シュラはでも似てる？ちょっと似てるけど、でも違うね。センチュリーでも違うね、言葉。あ、ちょっと違いますね、なんか。すげーな。大雄大さん。やばいね、高級感が。なかなかだね。この辺でも社外なんですか？いや、全部純正です。色は何？何ですか？これ、これ確かピーコックブルーってやつで、なんかロールスと共通色なんですよ。だからこの色のロールスなんだっけ。綺麗だね、色。綺麗じゃん。なんとも言えない。なんか紫にも見えるし、青にも見えるし、透明で黒にも見えるし。いや、もう山口ナンバーに付け替えてもらって、車自体は高崎なんですけど。あ、じゃあこっちで。だからもう、もうみんなで走れるやつ。え、今日のお車？今日のお車。わー、すごいじゃん。おめでとうございます。おめでとうございます。すごいじゃん。いいな。今だから山口ナンバーで登録したってことですね。そうです、そうです。じゃあ今日も自走で帰るしかない。いや、密走してもらいます。ちょっと大変すぎもんね。ですね。じゃあ今日初めて乗った。そうです。どうですか？早いです。早いです。早い。めっちゃ早い。馬力はどのくらいなんですか？フリッターの625馬力。やば。すごい。あの、いいな、これこれって何？ベントレーの。ベントレーのマーク。この辺も B になってる。あ、本当だ、はい、かっこいい。やばいね、これ。東京でこの車が走ってたんですよ、昔。おお。俺もその車もその姿に一目惚れしちゃって、ずっと欲しくて。これやばい、ラインがすげえな、これ。なにこれ、どうですか、内装とかも。とかすごい。あ、どうだろう。うわ、豪華だな。これなんか特別な革なんですか？なんかあれですね、なんかあのこれもロールスとかと共通らしいです。だからなんかいい革らしいです。なんかめっちゃ違う。いいですか、ちょっとだけ。あ、全然全然。あ、しっかりしてるわ。なんかコストカットみたいな概念がないじゃない。これはないね。はい、もうすごい。やっぱ最近の車多いですからね、コストカットが。そうですね、ちょっとプラスチックが多くなってきました、ね、これは違うね、はい、これすごいじゃない、こういうとこ。そう、なんか一日だったりとか。そうなんですね。ここもすごいっすね。なんかオーナメントじゃないけど、なんか文字が刻んであるよ。そうですね。ルガッ…ん？なんて、ベントレー。ベントレーなんて書いてあるの？読めないんだよ。モータースって。すげえ、うん。これやばいじゃないですか、うん、シート。シートの調整。そうですね、いっぱいついてます。これはすごいね、豪華だね。そうですね、もうちょっと長くなりたい。これはちょっとなかなかっすよね。そこ見てください。いくつ？いや、何？1万キロ台じゃん。18,000。18,000いくつだこれ。18,846。ちょっと新車見てるじゃん。じゃあ、そうですよ、ね、内装の匂いすごい。これがベントレーの匂いなんですね。ですね。あ
ベントレでジャスミン茶飲んでも雄大さんすごいすごい庶民派じゃないですかそれとか。それこそまああれですね、磨きを山口でやめろかなと思って、そのデモカー的な立ち位置にしようかなって思ってます。やばもう成功したっすねいやいやいや、マジでペイペイです。これから頑張ります。これはピカピカに、はい、そうですね、はい、まあ、これ見てもらおうと思って。この色いいよ、綺麗でしょ。マジき、なん国産じゃない色っすよね。そうですね、コントも言えないし、結構紫っぽくも見えない。なんだろうこれ、高級。この色だけでもやばいっすね。このこれ、これ好きです。テールランプ。おー、なんすかこれ、初めて見ましたね。不思議な形してますよね。これはどういう意図なんだろうね。いや、そうですよね。ちょっと国産じゃないからわかんない。なんか立体的な形してます。これってウインカーとかもなんかここでこう連動する感じなんですか。すいません、俺まだあんま分かってないです。あ、いいですよ、今日ですもんね、どうしよう。ちょっとこれ、びっくりじゃないこれ。ここっすよ。あ、え、赤からオレンジになっちゃうの。へぇ、これ、色を変えてるっていう感じでしょうね、すごい。こんな感じですよね。いやこれは、本当新鮮っすね。なかなか珍しいやつ買ってきました。成功者の雄大さん。いや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 、全然。だって車すごいすごくねマジで買い方が。おお、長いですよね。やっけー。やっぱ広い広いですね。パッと見ても。余裕。一応4人乗りなんですか。じゃ5です。これあれを上げれば、あれ、あれ、あー、なるほどなるほど、5になるんだ。いやー。うわ、これ見て これ誰が乗るの、ユーダさん乗るの。ここは俺は一生乗れないでしょうね。いやいや、運転席なんでだから使用感も全然ないですよね。すげえなこれ、やっぱ自分で乗ってみたい感じですか。なんかドライバーね、ロールスが後ろ乗る車で、ネットレはあくまでもドライバースカーなんだ。立ち位置らしいです。あ、どうしよう、この席行きましょう。いいんですか。いいです。でも良かったっすね、こんなの乗れるなんて。だってなかなか乗れないっすよ。どうしてもどうしてもこれ欲しかった。見え張ってでも20代のうちに欲しくて、うん、え、今10代じゃないの。まだ今16になったばっかなんですけどちょっと見え張ろうかなと思って。いやいやいや、まだ20代でこれはすごいですね。そうですね、まだ今年で29になるんですよね。これはびっくりだわ、雄大さん。なんとか無理やり買いました。人が自然にどいてきますよ。いやいや、雄大さん、そんなことないです。足って優しいですか。優しいです。なんか硬さとかも調整できるみたいですね。まあ今日ね、はい、納車したばっかりじゃちょっと分かんないですよね。まださすがにまだ分かんないです、なかなか。でも1万キロ台のを買うっていうのはなかなか。そうですね、その新車がほとんどね、新車感残った感じで、はい、W12 気筒っていうのはどういうあれなんですかね。だからあの V6 が2つ並んで、はい、W になってるっていう感じらしいです。こういう感じ。こういう、ああ、そういう国産じゃないよね。国産の W12 はないですね。ないですよね、かつてね。もうベントレーのみみたいな感じですか。なんかワーゲンとかアウディとかにもあるみたいなんですけど、はい、これはこれでまあ多分ベントレー専用チューニングというか、そういうやつでしょうね。はあ、結構こんな感じだけどいい走りするんですよ、うん、あれ小回り効くじゃないかに、うん、よっしゃ、いいっす、いいっす、いいっす。結構いい加速しないですか。これは早いな。これ早いね。めちゃくちゃ早いっすよ。馬力ってどのくらいなんですか。625です。あー、じゃあ重くてもやっぱり、あーですね、余裕だね。出た当初は世界最速のセダンつって歌ってたらしいです。ちなみに何年車なんですか。これ2014ですね。だからもう、それで何、こんなに乗ってない程度インがあるんだ。ありました。あ、これは珍しい。あ、だって古さ感じないよ全然。そうですね、ベントレ自体がわりかしこういうクラシカルな内装じゃないですか。だからあんまり古い感が。いや、素晴らしい内装だと思うけどこれ。シンプルだし。そうですよね、なんか
高級感あって好きです。ただこの高級感というかウッドの使い方とかも贅沢。この辺やばいっす、その面積が面積やばいっすね。そうっすよね、なんか左右で木目も合うようになんか作ってるらしいっすよ、こだわりで。すげーわ。6リッターのツインターボです。ツインターボなんだ。はい、ということは正味 7000cc 以上みたいな感じ、はい、まあそういう認識でもいいんじゃないですかね。そうですよね、はい、7000-8000cc 相当速いです。ツインターボ、はい、まあ、本当に余裕のある走りしてくれますね。だから別にこの感じでも全然あれですよね。そうですね、全然飛ばさんでもいい感じですよね。これめちゃくちゃ快適なんだね、やっぱり快適。これでも今足ちょっと畳めて硬くしてるんかな。はい、タイヤって何インチでしたっけ。これ純正で21です。ね、その割にはね全然だね。そうですね、21と思ったらめちゃくちゃいいですよね。いやー、ゆみたいさんこれすごいわ頑張りました。高級感と重厚感すごいな。そうです、ね、重厚だよね。重厚、いや本当にそれは感じましたね。なんか軽い感じもしないよ。チープなところがあんまり見受けられなくていいなと思います。なんかこれ1台作るのにも牛13頭ぐらい使ってるらしいですよ、皮をらしいですよ。ちなみに、はい、新車価格っていくらくらいですか。これが多分当初のあれだとこのオプション込みで2500ぐらいだと思います。うわーやば。じゃあほぼその時の感じが残った状態を変えたってことだよね。要はそういうことですよね。1万キロだよ、この走行距離といい。この夏をもって、はい、この W12 っていうエンジン生産終了しちゃうんですよ、ベントレーが。だから今後その希少性とか見た時にこれありやなと思って。それで狙ってたみたいな。ずっと欲しかったんです。ただなかなかずっと買えなくって。あ、それはね、条件が合わなかった感じ。条件が合わないっていうか、もうシンプルに高かったです。高いよね。はい、であとこういう紺色チックな色に白内装が欲しくって、その条件もやっぱ結構オーダーメイドなんで、ベントレー、なかなかその条件も見つからなくって、うん、で、エンジンは W12 が良かったんですよ。他のエンジンもあるんですか。 V8 があります。あー、全然違うね。そうですね、どうせならでっかい方が欲しくって。お燃費もなかなかすごそう。お燃費、今こうやって流してて 4.3 ですね、うん、わお。だから、街乗りは3以下です、ずっと。あ、はい、でもそこまで変わんないですかね。そこまで昔のプレジとかそれ変わんないですよね。プレジと思えば全然変わんないですね。あれだってそのぐらいですもんね。はい、いや、これまあね、一概に比較できないけど、これは超快適だね。ああ、そうですね、またちょっと違った快適さがありますよね。ドライバーズカー的なポジションだけど、後ろでも超快適ですよ。あ、本当ですか。これ快適ですか。よかったよかった。そうですね、まあフライングスパーツって言ってもセダンだから後ろ乗るような車ではありますもんね、一応。うん、まあ広いしね、やっぱ広いですね。うわ、これは本当に綺麗ですね。いや、本当に綺麗。やばいな、これめちゃくちゃ綺麗です。これはほとんど使ってないんじゃないですか。そうですよね、本当乗ってないよ。こんな車が群馬にあったんですね。たまたまでできてですね。でやっぱりそれこそオークション相場とかあるじゃないですか。はい、ああいうので見たらまだ安く引っ張れたんでしょうけど、やっぱりこの条件で探した時に出てくるか分かんないじゃないですか。ちょっと他の人に乗られたら尺だなと思って。で、俺現車確認してないです。あ、一応じゃ、いろいろ聞いて。いや、あの龍之介くん、あの LS の子いるじゃないですか。はいはい、あの子に下見しに行ってもらって、あの子がいいですよって言ってたから、もうその目を 100% 信じて買うわっつって買いました。でもよ、すごい綺麗ですよね、やっぱり。そうですね、まだちょっとこっからもっと磨きかけていきたいですけどね。おお、デモカーですね、じゃあこれは。デモカー、そうですね。でも大事ですよね。なるほど。デモカー的な意味でもインパクトは抜群ですね。そうですね、やっぱり人の車綺麗にする身としては、やっぱそもそも自分の車綺麗じゃないとなっていうふうに思うんで。こだわりがみんなすごいよね、ゆうださんの車はね。そうですね、これもだからゆくゆくはエアク見たいんですよね。なるほど。ちょっと着地させてみたいな。そっちの方でもやりたいわけなんだ。はい、そうですね。いや、ちょっとどうせなら目立っちゃいたいなと思って。いやー、らしいな、本当。はい。
晴らしいですよ。上も当然川張りなんですね、あの。そうなんですよ。ダッシュボードね。うん。あ、そうですね。ね。これも全部なんか手縫いな感じがいいですよね。これ手縫いでしょ。ね、手縫いみたいですよ。はい、上もすごいな、あのサンバイザーっていうんですか。ああ。バイザーもすごいよ。でしょ。なんかもう塗ってるか。ステッチが。俺作りましたみたいな。ステッチ入ってるよ。サンルーフもついてるし。そうですね。これはゴージャスだね。文句なしです。文句なしだよね。これ雄大さん好きそうなんで、こういうの。めちゃくちゃ好きです。すごいね、これ。アップレジと並べて置いといたらかっこいいなと思って。そうそう、なんかね、似た匂いがする。うん。プレジもバブルの車でね。そうですね。じゃああれも取っといてやっぱ並べるわけですね。そうです。いや、そういう予定でいます。まあそれはいいですね。このね、ドアのノブのところとかもね、うん、すごいね。あ、いちいちメッキとか装飾してるでしょ、うん、なんか手間感がいいですよね。素晴らしい。10年前の車に見えないぞ。ただ、ナビが古いです、うん、めちゃくちゃ。あ、そういうところまで。それが唯一の欠点ですか、ね。はい、そこはやっぱ年式なりだよね。そうですね。今のベントリーってかなりでかいんですか。今のいや、これよりなんか1センチ大きくなったぐらい。あ、あんま変わんない。はい、大きさは変わんないですけど、やっぱ、うん、すごい新しくなってデジタルパネルになっちゃったんですよ、メーターが。あー、っていう意味だと俺やっぱアナログがいいなとは思います、はいはいはい、もちろん電光変えないんですけど今は。はいはいはい。まあ魅力が違うよね。そうですね、やっぱ俺この針が好きです、ね、すごいよこれ。呼吸感、こんなん変えたんすね。すごいですね。いや、まあ言うたら結構無理して買ってますよ。でも大事っすよね。まあ、うん、そうですね。タイミングと勢いがないと。人生1回の中で20代が終わっちゃうってなった時に何かやりてえなと思って、うん、あ、じゃあ来年あたりも磨きを始めちゃうの。もうそれこそ始める段階というか。あ、そうなんですか。ちょいちょい仕事はもらってやってるんですけど。いや、すごいね。ただまあちゃんとやり始めるにあたって今あのロゴだとかそういうのを、それこそあの LS のりの龍之介くんにデザインとか、いつもユニフォームとかも作ってもらったりやってるんで、あ、着々と準備進めてやってやろうと思ってます。すごいですね。いろんなその人脈を使って。あ、そう、いや、まあ、仲間たちが結局みんなあの多彩な人たちが多かったので、そこは恵まれました。いや、人徳ですね、それも。いや、でもこうやって帰ってきた時にこうやってみんな集まってくれる仲間たちいるって本当幸せですよ。すごいですね。もう故郷みたいな。いや、本当故郷みたいになってますよ。こうやってね、ワウ来れば来れば。秋さんもいるし、いつも。いや、います、いつも。全然待ってますよ。あ、でもこの間なんか連絡いただいた時にね。あ、そうですそうです。ちょっとほら、何が納車になるかって分かんなかったから。分かんないですよね。だからちょっとびっくりさせたいなと思って。びっくりっすよ。俺国産の何かかなと思ったんですよね。でもプレジ乗ってるしなと思う。あ、で出さないって言ってましたもんね、プレジは。プレジは出しません。いや、もういろんな車見てきたけど、やっぱりイギリス車にめちゃくちゃ魅力を感じてて、うん、最後は乗りたいなと思ってたんですよね。うん、確かにね。まあジャガーにしても何してもその内装のそうそうすごいよね、こだわりが。その辺考え方がもうコストをかけるに全振りじゃないですか、割り出し。そう、あれがすごい魅力で。もう最近のまあ国産車とかもなかなか見られないよね、こういう。まあ、ちょっと凝った感じはないよね。正直現行のクラウンとかも俺ひどいなと思いました。見に行ったんですけど、今ちょっとびっくりだよね、はい、値段に合ってないっていうか。いや、そうなんですよ。いや、この値段ならもうちょっと頑張って装備ついてていいんじゃない、うん、って思います。本当だよな。材質とかね。いや、ちょっとやばいよね。すごい思います。プラスチッキーな感じ。はい。いや、これはすごいわ。ちなみにこれってベントレーのなんとかってグレードみたいな名前みたいなのあるんですか。ベントレーのフライングスパーっていうモデルです。フライングスパーって、はい、だからベントレーのセダンのモデルですね。はあ、よく聞くのはあのコンチネンタルとか聞くでしょう。聞きますね。じゃなくてセダンのモデルですね。すごいよ、みんな注目度すごいじゃん、ね、ゆうさん。あ、まあそうですね、この車はでかいし、ね、これってエンジンルームで見られるんですか。あ、もちろん。いいですか。はい。 W12 ってどういうのかなと思って。結構あれですよ、ボンネットも盛り上がるぐらいでっかいエンジン積んであります。盛り上がってますもんね。盛り上がってるでしょ。だってツインターボ入ってるんでしょ。はい、12気筒にターボはすごいよ。まあ、びっくりですよね。
わあ、ドア重っ。重たいですよ、ね、これすっごいぞこれ。ここにあるその下なんだ。なぜか普通はあっちっすもんね。あっちあっちあっち。しかもドライバーズシートが見えない。でかっ。すっごいねこれ。ギッチギチだね。おしゃれだね。いちいち金かかってるなって感じがする。かかってるよ。こういうとこ。やばくない？そうですよね。真横から見たらやっぱ盛り上がってますもんね。入りきってないです。でかー。こういうところすごいよ。ですよね。なかなかないですよね。すごいね、ジュンさんこれ。ちょっと乗っちゃったけどすごかったわ。本当ですか、もう顔がおっくりしてますもんね。さっき話出てきちゃうんですよ。あそこにマークも入ってない。まさかこれ買うとは思わなかった。内緒にされてたんで。そうなんですよ。教えてくれないんですよ。サプライズ、サプライズってことで。すごいサプライズしたかったんです。いや、これすごいね。メッキも綺麗だし。この下のメッキだけで15万ぐらいするらしいです。え、どこどこですか？これで。やばい。オプションで。オプションなんだ。今日のおしゃだってよ。そう。朝取りに行きました。いやー、これいろいろ走ってきたんですか？そうです、もう写真撮影いっぱいしてきました。あー、なるほど。いやー、いろんなキャンギャルポーズしてじゃあってきます。山口だもんね。はい。もう最初で最後だと思う。そんなことないじゃん。あ、また持ってきますね。いやいや。そうじゃなくて、こういう車をまた買うっていう。ああ、わかりました。また買ったらいい。成功して、そうそうそう。あ、そうですね。頑張りますよ。そう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 。これは目立つよ。いや、そうそうですね。それこそ向こうなんかもっと田舎なんで、これ走ったら目立つから、ね。やばいね。何者が走ってんだ。ペペです。いやいやいや。ペペが。これ大事っすよね、でもね。勢いとか。そうですね。大事にします。内装のクオリティはやばい。やばいっす、マジで。10年前に見えない。これ10年前なんですか。もう全く見えないです。そうですね。これ自体ずっとこういう風な感じですもんね。感じがそう。しかも1万キロ台っていう、スーパー極上車って。やばー。だからお高いんですよ、それなりに。やっぱね、これが一生懸命買えるぐらいの値段ではあるな。うまいこと言って相当高いですからね。やばい、すごいですね。10年前に見えないですよ。いや、本当に見えない。内装とかもそう。あとクオリティがもう全然違う。いわゆる国産の高級車の日じゃないね。注目の的じゃない。じゃあ最後はサムネ撮りますか。何がいいですか。いや、もう任せますよ、そこは。セクシーポーズでもいいし。エンジンもえげつないよ、エンジン。盛り上がっちゃってる。盛り上がっちゃってる。ここだって、こっからだって、こうなってる。W12 のツインターボだから。ツインターボ。ツインターボなんですよ、これ。だから、そうだよ。プレート貼ってるじゃん。ツインターボ。あ、本当だ。え、これ、6. 何リッター。6リッターのツインターボなんですか。だから、実質 8000cc とかね、そういう、多分。やばいよ。バケるじゃん。出る、出ると思う、多分。バケるんで、これで。この大きさで。すごいよ、マジで。お祝いだから。こんなのありっすか？まあ、任せますよ、任せます。マジで。ジュンさんも入んないよ。いいっすね。そっちまで映ってないよ、映ってないよ、映ってない。じゃあ映ってない、映ってないじゃん。だってベントレーでしょ、とりあえず。やばいよ、それ。なるべくそう。顔だけ出してもらってね、車の。
じゃあ撮りますよ。はい、チーズ。